はい、皆さんこんにちは。劇団おじです。さあ、今回は、羽田空港事故関連の動画なんだけども、今回はね、視聴者様の、感情として、ちょっと皆さんに聞きたい。うん。それで、海保なら何をしても許すんですかっていうことでね、元気なおじいは、本当たくさんの動画で言ってきてるんだよ。海保が悪い。ね。滑走路に出ちゃダメなものを出た。飛び出した。ね。JAL 機の進路を妨害してぶち上がった。電車だったら、もう100-0で賠償責任ものなんだよ。どう考えたって。飛び込み。そこに事情は関係ない。それと、海保の人が休んで返上とかかわいそうとかは、それは、同情は別。ね、で、あとね、別の動画でも言ったのは、そのテーマに関しての内容で、賛成反対意見いろいろあるんだけども、10人といろんな意見があるから、それを議論するのは、もう、ウェルカム。ね。ただ、例えば誹謗中傷とか、いや、あなたのそれはこうだ、ああだとかっていう、そのテーマの議論とは関係ないところの、わしゃこうだっていうのは、これを言い出したらもうキリがないでよ。うん。わしは甘いもんが好きだから、いや、おじいは辛いもん、しょっぱいもん好きだ。わしはそれは嫌いなんだ。辛いもん、カレーは甘口だって決まってんだ。おじいは辛いものに食べすぎるんだって。いや、甘いもんで食べたって、甘ったりで。だから、これに何も生まれるものはないんです。個人の好みとか、感情とか、ね。いろんなものが。だから、そこのところは、ご勘弁くださいねっていう動画もね、作ってるつもりなんだけども。ね。で、海保なら何もしてもいいのか。ね。同じことが自衛隊とか警察官とか、警察の不祥事ばっかいっぱいあるけども。ね。でも警察の方がね、親切で旗をね、買って交通整理もしてくれても見てくれてるし、うちに泥棒が来た時も一生懸命捜査してくれたし、ね。しっかりとね、うちの交番のお前さんよくしてるから警察悪く言わないんじゃないとかね。だからそういう感情とかもいっぱいあると思うんだけど、とんでもないことが起きてるっていうことを、これをまず認識してください。この件と別っていうね。で、ね。これもね、本当悪気のないコメントだと思う、ね、ないんだけれども、ね、おじいは海保を少し悪く言い過ぎるように聞こえます。もう少し理解してやってください。自分は海保とは全く無縁ですが、尖閣や災難救助での彼らの活動様子をニュースで見てますので。ね、でもおじいの動画は見てくれてないじゃん。おじいの動画では、どれぐらい海保の動画を作ってきてると思うの？海保とか自衛隊とか、不祥事は不祥事で、ちゃんと取り上げてるけれども、ね、カレーぐらい食べさせてあげて、ご飯も食べさせてあげて、過去に動画を作ってます。今回もちょろって言ったものもあるし、ね、こうやって、ね、救援物資を運んだりとかね、休み返上とか大変な仕事で、つって、ね。でも、いいかいこのね、手加減目標も、海保を悪く言い過ぎって、海保だけを悪く言ってないよ。国土交通省に対しても、ね、それなりのことを言ってるし、おじいは、悪いぞっつって。管制官も、悪いぞって言ってるし、ね、事故の当事者は、悪いんだよ。海保の活動を、ね、おじいは悪く言ったことは一度もないよ。取り上げて称賛したことは何度もあるけれども、ね。尖閣の問題だって、ね。過去の動画とか話題でもいっぱい言ってるよ。今ニュースでは何もね、出てこないけども、今、尖閣の周りでこうしてる時にも、今ね、何が起こってるか知ってるっつって。他の人が言わないことを動画で上げてるよ。本当。ね、こういう救助活動とか真っ先にね、本当、ご苦労なことでって言ってるよ。そんなあなたがその悪く受け取りすぎるのと、そういうところを強調して、そういう見方で、偏見で見方でおじを見てるから、そう、しゃべって聞こえるだけで、他のものを見てないだけで、そこしか見てないってことなんで、ひょうさんの一角のそこしか見てない。ね。手加減も何も、だって手加減してたら意味がないんです。だから今の子供たちは、アホばっかだろう。バカな親にバカな子供だろう。ね。お店のところで、ね。買って待って、買って食べちゃってからね、ダメでしょ、お金、ね、お金、わんわんってね、で、やめさせようとしないとか、ね、ってね、バスの中とかね、だからね、買ってね、まで、買ってやるまでね、知らないってね、もう知らないって感じでね、こっち見たら、何ようちの子供がなくなっちゃうでしょみたいなね。こういうのが多いでしょ、ね、だからなんでそうなんの甘やかすからなんだよ。ね、しつけってのは、そういったもんなの。ね。ダメだよ、ダメくしゃ犬だってそう、猫だってそう、しつけで。おしっこしたら、ダメね。ダメっていう言葉と、ね、その場で、おしっこなんかもしたら、ね、後から言ってね、ダメでしょって言ったって、何のことかわかんない。じゃーってやったら現行犯で、ダメ、ね、そうすると、犬は、ダメっていう意味を覚えます。この強弱しけることって、すごい大事なの。だから、叱るときと、ね、褒めるときと、ね、飴と虫ってやつ。ね、だからね、今回のこの件で、手加減なんかできないよ。ダメなものは徹底的だよ。当たり前じゃん。昭和世代はそうだよ。ね、ダメなものはダメで全部出して、自分で出し切れないものは皆さんの力を借りて、これもこれもあるのに全部出し切って、というか海を出し切らないと変わらないんだよ。ちっちゃなことから、全部バーッとどっかから、ね、誰かが、そういうものをやらないとダメなんだよ。いろんなラーメンの中で、ね、札幌一番だけがお客様ダイヤル0120だもんで、0570だったんだよ。ね、ここだけだ絶対買わねえからな、つってね。ね、何がサポートダイヤルだ同じ値段で売ってて、悪質ダイヤルを使って、どこにケーキをね、お客さんにボコ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 自衛玉やって、ね、これクレームを受け付けないためのね、紙じゃないか。バカ野郎ってね。おじやのガンガンダメなとこダメだし言うよ。本当に。札幌一番で言い過ぎだとかね。そんなこと言う人はいないよ。ね。でも今はフリーダイヤルになってるよ。本当ね。そういう声を上げないと届かない。ね。手加減して言ったらダメ。ご苦労さんだからって。シェアファイするから、ダメなんだよ。こういった問題は取り返させないと。こういう時だからこそ、手加減しないで、ガンガン言わないと、体質が変わらないんだ。一生に量でもガンガン、とりあえず、サムネとタイトルだけでも目立って、メディアに関わる人たちが目立って、あって気がついてくれたら、取り上げてくれたら、それが何かしらの関連になってくれたら、変わるきっかけになるんだよ。おじいの力では何も変えられないよ。でも何かのきっかけにはなれるかもしれない。ね。そのために手加減なんかできるもんか。冗談じゃない。ね。尖閣や救助活動をね、ニュースで見てますので、ね。みんな見てるよ。おじいを知らないと思ってバカにしてるのね。人一倍、褒めてるよ。それとこれとは別。何百人殺しとこだったんだから。ね。5人の命と2匹が犠牲になってるんだよ。命が消えてるんだよ。手加減なんかできるもんか。ね。だから、これ、悪気はないこういうコメントも含めて、誹謗中傷のコメントとかもあるけど、それに該当しないこういうやつ、甘えてちゃんとかかまってちゃんとかいるじゃん。ここのチャンネルでは、本当申し訳ないけど、うちかまってちゃんとかね、甘えてちゃんって、こう手助けてね、で、ガラ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 、ガラガラガラってね、染みついてくれるんだけど、ね。野良猫のライトと同じようにね。で、うじーでね、あ、いい子だね、ありがとうね、っていうね、うじー、これじゃん、これじゃん、これじゃん、って感じで、染みついてくれるけど、おじいで、ペペペペペペペって感じでね、こういうチャンネルなんで、ね。なのでね、こう、テーマに沿った内容で議論するのはもういくらでも OK だけど、ね、おじいねとかね、こういったのはもう何も発展しようがないんです。甘くしてたら。割り切れない人は、そこまでの人なんで、だから、帰らないですよね。だからね、ニュースで見てる側だったら、もう見てるだけに徹する方がね、よろしいかと思います。厳しいかもしれないけど、このチャンネルではそうなんです。このチャンネルでは。ね。そうなんです。ご理解ください。ね。海軍の機長、お前専用の空港じゃないんだぞ。もう少し手加減してあげてください。機長、お前の空港じゃないんだ、ね、でも本当、結果から見てしまうと、やってることとか、基本的なルールを守ってないところを見ると、やっぱりこういう意見が出てくる。どんなにいいことをしていても。ね、でね、それじゃあね、何か、いいことをした人、ね、なんか、すごく世間的にニュースに出て、何か寄付したとか、なんか、いいことをした人が、じゃあ、5人殺した。殺した普段こんな人はないのに、こんなことして、こんなことして、すごく、世界的にすごくいい人、そういうことを知ってるから、ね、あれがやらないで、任せさせたんだよ。5人殺しちゃったけど、でも5人殺しちゃったら、殺人犯じゃん。普段は優しくて、ね、いや、そんなことが一切ない、いいね、いい人なんだけどね、みたいな、そういうインタビューもよくあるけども、あの人が、みたいな。ね、でも、それはそれ、これはこれで、ね、罪を償わなきゃなんないじゃん。分ける。ね。だから、そこに悪いことをしたことに関しては、手加減はないよ。本当。今はそういう時期なの。ね。もし衝突したのが JAL ではなく多国籍の飛行機だったらどうなっていたのでしょうね。私も解放機の責任だと思います。ね。本当だよ。これが海外の旅客機で火だるまになっちゃってたらとんでもないことになるよ。どうするの？ねえ。で今回ね、国際線の間も、じゃもしこれがアメリカから来てた旅客機だったら、中国から来てた旅客機だったら、恐ろしいことだよ。戦争が始まるよ。ね。怖いよ、本当。だから、たまたま今回 JAL で犠牲者がなかったけども、ね、自分自身の身内だけだったけれども、でも、本当とんでも、いつどこでやらかしてもおかしくない、そう判断する機長だったんだ。でも機長だけじゃなくて、副機長も含めて、あと、整備士か、なんだっけ、ね、なんと、一緒にあれだっか、ね、その人たちも含めて止めないわけだし、気がつかないわけだし、ね、だから一緒でしょ。怖いよ、そんな組織。根本的に改善しないと、ね、中身を変えていかないと、ね、本当、もうこの意見、ね、おじはめちゃめちゃ支持します。次の動画は先に見て、この動画を見させていただきました。解放期に今回の事故の第一の原因があるのは間違いないと思います。それとは別に管制側、着陸側で今回の事故を防ぐために何かできることがあったのかなかったのか、安全対策に不備はなかったのか、そういったことを調べたり、情報を集めたり、それを提供していただいて感謝してます。ありがとうございます。ね。ありがとうございます。こうやってみんなでね、情報を持ち寄って、最終的に自己調査にどのようにまとめられ、どのような改善点等が指摘されるか見ていきたいと思います。まあ、この中の一個に、安全装置をね、ダブルチェックするようにしたって、今発表があったね。うん。そこの今後の対策には、まずもうこれが決定しました。ね。そういうことなんです。ね、海上保安庁側の教育不足、それに尽きるな。でしょ？ここなんだよ。海上保安庁側の教育不足なんだよ。ね。基本を全く無視しておろそかにしてる。ね。当たり前のことを当たり前にしない。だからこの海上保安庁側、ね、教育不足。機長がダメなのも、海上保安庁側の教育不足。ね。言ってるよ、おじ動画で、この内容を。ね。ほんとそうでしょ、ね、海上保安機の負傷がなってない。C5 停止ラインで待てを C5 に向かいます。で、向かって何をするのか、負傷していない。この時点で滑走路に進入する気満々だったのだろう。ね、鋭い。ねえ、ちょっと鋭いと思わない？だこういうコメントが来ることが、すごい素晴らしいことなんだよ。だこういう動画を作って、こういうチャンネルで、ね、コミュニケーションを大切にしてるチャンネルとしては、こうやって拾ったりとか、秘書さん同士がやりとりしたりとか、ね、生まれる。ね、そこに、変なかまってちゃんとか、ね、みたいな、こういう人がいると、この一緒さん同士とコメントのところでも、そういったものが、みたいな、こう、なってくるので、ね、なんか選別しなきゃなんないよね。でもこれすごいよね。C5 の停止ラインで待て。で、C5 向かいまーす。で、向かって何をするのか確証していない。ね、C5 に、向かって停止、ね、停止します。ね。そうだよね、本当、うん、あと、停止しましたとかね。うん、C5 で、ね、停止しますとか、だって40秒止まってて、止まった時何を言ったんだろう。止まってなんか言ってた？言ってないよね。だからその間に、だって、離陸許可を待ってたわけでもなく、でしょ？だからね、本当はって気がつかされるよね。ね、だこういうコメントが来ただけでも、あ、これの元の動画作ってよかったなってことなんです。ね、私もそう思います。確かに解放機は被災地にも何度も救援物資を運ぶお仕事は大変だったと思いますよ。ほら、みんなが認めてます。しかし、やはり、副機長が管制塔に負傷して応答しているのに、機長が滑走路に入って良い、離陸許可が出ていたと認識していたのは、それは全く違うと思います。高速道路で前の車が急に突然止まって後続車がぶつかったようなものです。おじいのおっしゃる通りです。ね、ね、まあ本当もうここまでいらないけどね、おじいの言う通り、いやおじいの言う通り違うとかね、文字をかけないね、こうやってもいろんな意見を出してくれればいいしね、そこのところはね、ね、同感だよとかね、一緒でもいいしね、その通りヒューマンエラーで起きたということは、軽微なミスは常日頃起きていた可能性があります。ハインリッヒの法則とかスライスチーズの法則とか、そうなの？スライスチーズの法則って何？システム的にあれがあったのは間違いない。おそらくマニュアルにも確認することと、JAL基調、海保、管制官ともに両方書いてあるはず。それぞれの役務によってそれぞれのマニュアルがしっかりと基本があるはず。ね。そうなんだよ。逆に新人気象なら見せられなかった可能性もあります。そこ言える。慎重なね、運転、確実に確認、ね、あるよね。人的なミスはするものなので、気象に同情もします。真実に沿い、法律にのっとった結果を望みます。一番嫌なのは、事実をねじ曲げること。ほんとこれ。ね。だから気象に同情もするし、おじいだって同情もしている。ね。おじいが気象だったらもうやってらんないもんだって。2日から。ああ、せっかくの休み。やばい、冗談じゃないよ。正月ぐらい休ませろよって思って当たり前じゃん。もう一杯飲んじゃったから、もう飛ばせないよつって、ね。もう飲んじゃったからつって、休むって。ね。おじいだったら休むかもしれない。本当ね。でもそんな嫌なことしないで、ね。真っ先に出てきてくれてるんだから、ね。パトロールも行ってるわけだし、命をかけて中国から守るためにね。ですし、そういうところを責めてはいないしね、おじいもね。まあ、法律にのっとった結果を望みます。まあ、その法律が、日本は変な法律なんだけどね。はい。ね、こっからかな、ちょっと視聴者さん同士のコミュニケーション、すごく、この動画は、ここからメインが始まります。実はね。多分、ここからだと思うけど。車で言うと、一時停止違反です。ランウェイ進入前に一時停止して、管制塔に進入許可を取る。左右からの航空機の接近がないか、目視確認する。この確認基本行動を省略してもいいというのが、海保と管制塔の間で、常態化していたということではないかと思います。ね、だから本当、管制のね、目視確認とか、だから海保の方も左右からの航空機の接近がないか目視で確認するっていう、ね、そのマニュアルがないわけがないし、安全確認にそれがないわけないんだよ、絶対に。ね、管制と海保間でなあなあになっていた可能性が、この日、4往復目のフライトだったとのこと、1から3回目の往復の時、管制塔との更新記録やランウェイ進入時の一時停止とかがどうなっていたか、ああ、確認できるとなあなあだったかどうかがわかる。いいとこつくでしょ？ねえ。そうなんだよ。4往復目って言うんだから、1回目、2回目、3回目、その当日のやつを全部吐け！更新やり取りを。ね。ほら、素晴らしい意見でしょ？わかる？おじいのところには、すごいいろんな、ね、いろんな角度からいろんなことに気がつく人たちが、ね、いっぱいコメントしてくれるんだよ。不思議と。ね。ほんとね、ここだね。ここからかな。航空機事故原因解説の動画を見ると、原因の一つに、クルーリソースマネジメントが多くあるようです。一般社会でも上司がよしと言ってることに間違いだと分かっていても、部下が反対意見を言うことは難しいです。おじいはいろんな社会でその反対意見を言ったりとか、社長におかしいだろうって言いに行って、何度もクビになりました。一日何本も動画を上げるおじい、元気すぎる。投稿ありがとうございます。こちらこそご視聴ありがとうございます。こっからだ。一緒さん同士のね、意見交換が始まりました。さあ、メインの始まりパパ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 パーン。はい、まずね、A、B でね、始まります。過失マリアで言えば、海保7、護身芸による過失、管制に着陸機、JAL に着陸許可を出している、ね、のに海保機をロストしている。管制通信に関しては ATC によるものだけなので加味していません。ね。JAL1、着陸時の滑走路への確認不足。ね。で、ここにね、よいしょ、来ています。信号無視過失10対0。ね。海保過失10で終わり。避けられない飛び出しはただの当たり屋です。ね。これも確かに。航空法で着陸機にも滑走路の確認が求められているのですよ。気持ち的には海保7が完成したんですがね。避けられないと見出したらただの当たりです。もう一回書いておくね。おじいね、過去に当て逃げとか引き逃げにあったことがあって、で、その保険の交渉なんだけれども、形式上になっちゃうんだけども、物損と人身があるよね。保険が別々なんだよ。それで、とにかく車両の方、ね、こっちは被害者でしょ。とにかく、車両の方だけでも、とにかく十字路認めろよ。ね。91って、1がどこが過失あるんだよ。止まって停止してエンジンもかかってない車に、どこに過失があるんだよ。業務上の業務をしてないんだ。バカ野郎。ね。とにかく、修理代のね、たかが、ね、安い修理代の、1がどうのこうので、どうも認めないぞ。ね。ほっかり人身の方はね、しょうがないから、ね、お宅らの都合もあるだろうから、ね、まあ好きにすればいいけど、ね。だいたい十ゼロのパターンというのはね、結構多く経験しています。ね、で、人身の方は、なんでかと、車両の方っていうのは、まあ、車両保険を入っていれば、当然、自腹なしで、ね、過失が何対何であろうがなるし、単独の自損でも出るし、ね、ただ保険料が上がる、使うと。だから使いたくないというパターンもあるよね。で、そこを10に抑えて、で、人身の方は、じゃあ、過失がね、たとえにじゃあ1とか2とか、ね、何の過失があるんだって言っても、石とかそういうもんなんでとかね、そういうもんも人も関係ねえしともね、でもそこは折れてあげる。なんでか、悲惨だろうが五分五分であろうが、納得できなくても、人身の方っていうのは、何しても怪我をしても、ほら、当事者障害とか、あとはその、お仕事にしても何にしても、自分の入ってる保険の方で補填してくれるじゃん。相手の保険会社から、7しか出さない、6しか出さないって言ったとしても、その補填を自分の保険会社がしてくれるんで、だから気分的な問題であって、で、保険の方は保険の方で、だからそこで何も出てくるものがなければそれでいいだけの話で、ただ、こっちも貸しでなんかね、相手の車両を使うと上がる。使わなかったら上がらない。特約ってあるからね。で、それとは別なのが、運転免許の点数なんです。要は、安全運転義務違反というやつで、おじいが言ったように、静岡県警なんだけど、南署、なんと言います、静岡県警、ね、静岡の南署ってあるんだけど、職権乱用の交通課の課長がいました。これは公式な手続きでなしに、個人的に、職権乱用で個人的に元気なおじいの点数を、ね、内緒で、点数を取りました。で、それが発覚したのが免許書き換え後の2年半後です。ね、有料ではない。何？言ったら、いや、事故をやってますって。そこで点数がありますよ。安全運転義務違反。は？当て逃げされた100-0の事故はありますけど、ね。逃げて、ね、捕まえてもらったけども、何の落ち度があるんですか？いやー、たとえそういう内容でもそれ決めるのはこちらなんで。その決めた原因っていうのは、来た時に、被害者なのに、いきなり自分の顔を見て、犯人扱いされた。お前失礼だろ！あっちだよ、お前犯人って。ふざけんなよ、見た目で決めたな！名前言えよ！かって食ってかかったら、仕返しされました。南署なんです。おじいが子供の頃から評判が悪いのが静岡の南署なんです。南署の、そのね、上司の課長が、職権乱用で、ね、100-0の被害者の逃げられた、ね、被害者、何人も悪くしていない、証人もいるのに、点数を取られました。ね、だから本当にね、今回の言ったら、処罰とね、原因のとか保障とかは全部別の話になるんでね。だからこれはもう避けられない飛び出しはもうただの当たり屋。ね、まあ、これもごもっとも。で、コントロールできない感性は必要ないのでは。感性がちゃんとしていればゴアラを出して回避できたことでしょ。それは過失とは関係ありません。過失とは現行の運用の中での過失であり、現行の運用は感性の真意は信号です。今後の対策としてあなたの意見は重要でしょうというだけ。で、つまり、現行の運用では信号無視が10-0の過失。あなたの言うように対策を行って、信号が重要でなくなったら、信号無視は五分五分の過失になるかもしれませんね。ということです。道路で停車している車に追突したら、追突した車に 100% 過失が変わりますか？この理屈で言うと、過失度で停止した買い置きは貸しがないことになりますよ。これもケースバイケース。止まってるところにお釜掘られても、よく前1取られたりするよね。保険会社になるね。信号無視は信号無視であって、その後停止しているということとは別です。保険所なんで1取るんだっていうと、いや、後ろにも気配りをするべきで、あ、来たなと思ったら気を回避して、逃げるなりなんなりで、ね、回避できたんじゃないですか、みたいな。ね、そこ取られるよね、本当。だから道路で停止してる車に追突しても、100を取るっていうのはなかなか難しいよ。現実的には。ね。で、そこに人がいなくて駐車場にぶつけられたら、100取れるけど、ね。結構ね、難しいよ。ね、はい。で、それね。どんな解釈をしたらそんな例えになるのか、理解できませんが、信号無視で交差点内に停車するアホな車がいたとして、それを避けられない状況なら一緒です。先に優先すべきはそのアホではなく、同乗者や関係のない歩行者ですから、ハンドルを切って無理に回避したりする必要はありません。これが回避できない状況ってことです。もう一度簡単にでも完成業務が、何でやるのかを勉強した方がよろしいですよ。管制官が信号機だらけの役割なら、赤と緑だけ飛行機に伝えればよろしいのですから。ですから、あなたの意見を否定してませんよ。過失と原因対策は違うってことです。ね、原因の対策と起こってしまったことの過失。ね、言っておきますが、管制官にも解放機をロストしてしまって、菓子商にいることが分からなくなっているということも問題があるという、まあ、これはそうだね。定食してるのに、ちょっとね、笑っては申し訳ないけど、停車してるのに突っ込んでいくなんて、ブレーキもかけず回避もしたいなんて、プリウスミサイルですね。はい。ですからそれは過失とは関係ありませんよね。それは安全対策が機能したかっただけの話じゃないんですか。子供の避けられない飛び出しを防げない親に何の過失はありません。10対0と否定されていましたよ。もう一度ご自分の意見を見直してください。ATC だけの曖昧な監視記録なので言及はしたくないのですが、C5 まで行けと言っていますが、C5 で止まってまでとは ATC 記録では指示が出ていないのです。ですからあなたの原因対策には何の異論はありませんよ。それは原因対策なんです。って言っているだけです。過失と原因対策は違うのにごちゃ混ぜになってますよっていうことです。子供が道路からちょっと待って。子供が道路から飛び出した。それを引いてしまったら運転するあなたには過失にありませんか？避けられない状況なら過失はありません。当たり屋です。原因があって事故が起きるものです。管制は航空機の動向を把握し指示を出す。滑走路へのご進入をロストにより把握していないことに過失があると分かりませんか？対策ではなく、ああ、ここちょっとね、ミスっちゃったね。はい、で、これね、C5 で待機、次の出発順位1番目です。はい、待機します。順位1番目、ありがとうって言っています。滑走路に入って合図を待てなんて言ってませんよ。では、ロストにあなたは過失があると思ってるんですか？ロストによって回避行動を行ったのも一因ではあるでしょう。総合的な要因で事故にはなっていますが、この事故は回避できなかった事故ではなかったと推測しております。避けられなかった飛び出しはただの当たり屋です。私は逆だと思いますよ。ロストさせない義務は航空機側にあると考えてますよ。グランドコントロールパネルに解放機は映し出されているのに60秒間見ないでロストしていた管制官が悪いのではなく、全ては航空機が悪いのですね。管制なんて必要ないですね。総合的な要因で事故になってはいますが、この事故は回避できなかった事故ではなかったと推測しております。これに全く異論はありませんよ。でも過失とは全く関係ありませんよね。という話です。事故の原因となるものは過失からなるのではないのですか？過失と安全対策が違いますからね。ロストさせない義務が航空機側にあると考えている以上、それは安全対策に過ぎないと考えていますよ。つまり飛行機側の都合でロスト状態にできるなら、管制側に過失などあってはならない仕組み。事故の原因は様々だと思いますよ。何の異論もありません。あなたの過失理論だと、飛行機の整備が悪かった、整備士にも過失、タイヤがなぜかパンクしたからタイヤ屋にも過失、いろんなところに過失が飛び火しますねってことですよ。これは安全対策に過ぎないでしょ。これが正しく出される滑走路の手前で待てという指示なんですよ。この指示が ATC により確認できなかったのと、復唱も確認できなかったのです。C5 まで移動しようとしか解放機は言われてないのです。侵入するとも言われてないのですがね。整備が悪かった、タイヤの品質が悪かったは、そのことが原因で事故が起きれば過失になると思いますよ。お店でタイヤ交換をしてもらったら、ナットが全部緩んでて、道路に出たらタイヤが外れて事故になったら、悪い原因は誰ですか？お店もちゃんと確認したかった車の持ち主もじゃないですか？確認が安全対策を確認したかったことが過失ではありませんか？それですよ、勘違いのもとはね。過失は事故の過失、事故を起こした運転手と販売したタイヤ屋はまた別の訴訟、問題が違う。タイヤ屋が事故の被害者に何かするかとか過失がつくことはありません。あくまでタイヤ屋は販売した相手、事故を起こした運転手と訴訟になるべきです、ね、賠償問題。タイヤ屋は正常責任で PL 法があるので賠償責任が生じますよ。過失があるから法で罰せられるでしょう。まあ、事故とは関係ないね。あなたには解放期と解放期規章が全ての事故の原因があるということなのですね。わかりました、ね。ご自分で言ってるじゃないですか。賠償責任と過失は違います。ですから、解放期と解放期規章がこの事故の過失は10割だと思ってますよ。現段階ではね、当然公開されない訴訟証拠があるかもしれないので変わるかもしれませんが。賠償責任が生じることが過失があることの証明であると申し上げます。証拠云々こそ過失に関わらないでしょうに、あなたが言われているのは、解放期以外は悪くないということから、侵入した事実以外に過失は生じないとあなたが言っているのでしょう。例えば、車だと、A と B がバーンとぶつかって、こっちの信号が赤だった。しかし、タイヤが欠陥があったとか、取り付けが、ね、車屋さんで不十分だったとか、車屋から出てきたばっかり、よくあるじゃん。しっかり閉まった方とか、そういったものが原因だった。として、いろいろ原因は調べるよね。でも、この車と車の交通のあれでは、信号無視した方の過失が強くて、交通安全義務違反、信号無視、点数取られるよね。で、それが、要は、点数の方じゃん。そっちの処理の問題で。で、あとは、賠償問題は、こっちの保険屋とこっちの保険屋の問題であって、で、要は、このタイヤのナット締め忘れてる、ここのお店に過失があるよね。ってなった場合、このタイヤネジは締め忘れたところに対しての、要はこの責任、その責任に対する訴訟が、民事訴訟が、あくまでも民事の訴訟が別に起こせるよっていうことだよね。だからそこにこの事故の定数の何対何っていうそっちの行政処分は全く関係ない話だし、このあくまでもこの車とこの車の保険屋同士の割合で、なお話なわけであって、で、その原因を調べたら、ここに問題があったっていうと、じゃあどこか、この乗っていた人が、ね、お前のおかげでこうなっちゃう、ああなっちゃうから、精神的苦痛と障害がって言って、賠償責任を請求することができるよね。まあ、いろいろあるよね。これがもっとことが大きいことで、アブソバが、耐震構造がね、インチキ改ざんされていたっていうと、大きな訴訟になって、一回解体してね、昭和人もたけなんていうか、そういった問題もあると思うけどもね。だこの過失がまた、処理に対する過失と、また、タイヤが欠陥だった場合の、その過失は、ここの問題の過失に参加しない別の過失になることもあるよね。解放側のブラックボックスに何か録音されているのか分かりませんかね。いや、あなたは何してるんですか。自分はいくつもの良い過失があって事故は起こるものだと思っているので、あなたの話が合わないでしょう。管制官がモニターで警告が出ていたにも、解放機には注意することもなく、モニターを見ていないのも過失ではないかとあなたは言われてましたよね。まあ、解放機長が殺人鬼ってことですよね。本当ね、管制官がセキュリティのやつを見ていない、その監視の業務、安全を守る業務を怠ってると思うけどね、これね、管制官でも、でもそこを国交省という国が出てきて、問題はないっていうジャッジを、調査が始まる前にね、決定したんで、からね、まあ、自力に一でも責任割合がいくのは納得がいかない方もいるかもしれませんが、車の信号無視等のでもそうですが、動いている以上は前方不注意など少なからず責任が発生するのは致し方ないことです。この場合、形式的な責任割合となっているのが大半です。ね、あと、玉突きの場合はね、2番目のやつを1番目に対しては2番目がいて、2番目が3番目にいて、3番目にいてってね。一番後ろは、なんか、一番前の車は一番後ろのやつを見る中、なんか、ね、って、なんかあるよね、玉突きの場合ってね。で、全くおっしゃる通り、変な、なんとかの方がよろしくない。っていうね。で、まあ、一時間前に、ここで終わってるんだけど、一応ね。なのでね、まあ、別におじいは、ここのところを見守ってて全部チェックはつけたんだけど、おじいは、これはね、全然いいことだと思う。だから、10人十色、100人100色、考え方も人それぞれ。で、正解も不正解もない世界だと思っています。例えば、日本国民から見た北朝鮮の考え方、ね、でも北朝鮮から見た日本の考え方、じゃあどっちが正しいの？双方自分から見たら正しいんです。それがね、だからそこにどう思うの主張が2通りあるわけなんです。それがね、で、この日本は法治国家なんです。で、どっちがいい悪いっていうのは、法によって、要は裁判官が決定するんです。この日本では、白黒はっきりできる権利を持った人は、裁判官だけなんです。弁護士が決めることもできないし、ね、検察庁が決めることも、警察官が決めることも、学校の先生も、親も、上司も、決めることはできないんです。法治国家日本は裁判官が白、黒と決めるんです。じゃあこの裁判官は必ず正しい、合ってるジャッジを下そうか、そうとも限らないんです。で、あとは、じゃあその法律に 100% 一致しないと疑わしくもは罰せず、ね、という基本があるので、完全一致しなければ、証拠不十分。それに該当しない。とかね。そういったものになってしまうわけです。なので、権力を持った人は、そこの法律を作ってるわけなんで、都合が悪くなれば、何かやりたいために、じゃあ法律を変えればいい。法律をこうして変えればいい話だか。どんどんこれを変えればいいんだよ。変えれば、国民のしもじもの皆様も納得するしかないだろう。君はどう思うかね。ね、こうなんでしょ。だから本当に形式上、ね、この日本というのはもうそもそも形式上で出てくるので、本当の真実とか、ね、本当の善悪で、この日本は動いてないんです。赤木さん、そうでしょ？赤木さん。ね。おじいは忘れないからね、赤木さん。そういうことなんです。はい、それだけでね、解雇なら何をしても許すのかというのと、あとは本当にね、お前はっていうねそういう喧嘩で、本当にこういうこれが議論ね、個々の意見をぶつけ合う、そしてこうやってやるのは、これはものすごくいいことだし、でその党の本人たちはどうかわからないけど、周りで見てる人たちはやっぱり、こっちもこうだね、あたりもこっちもこうだよねって、こうやって見ることができるしね、だから非常にいいことなんですこれがね。よく変なのが来て釈迦したりとか、個人個人としてはペッてどんどんね消してるけれども、そういう発展もなくね、変なギャラリーも湧かないで、こうして意見をこうして言うっていうのはすごくいいことだと思いますこれはね。またこういうことがないと何も生まれないと思います。だからおじやいつも言ってるように、意見交換っていうのは大切。そのきっかけを作っているのがこのチャンネルなんです。きっかけぐらいはおじいが作ってあげるってやつね。はい、そんなわけでね、ちょっと長くなっちゃったけど終わりたいと思います。皆さんのコメントもお待ちしております。またね、バイバイ。